どうも変だと思っておったぞ。はお母さんから来た手紙ではないじゃないか。は実は彼女から来たのだよ。よくないやつだぞ。はそれでその彼女というのはそれどこのものか。実はそのずっとあっちの方でありまして。あっちとはなんだ。は明瞭に言ってみろ。は、まず A 門を出まして。当たり前じゃないか。弊社に夫人がおるかい。はあ、平門を出てどっちへ行くのだ。あのね、あの手というやつがあるかい。はあ、出ますとずーっと土手があります。うん、あそこに松がたくさん割ってますがな。うん、中にいい枝ぶりのがありますな。何をつまらんことを言うておるかい。はあ、土手を通ってどこへ行くのだ。すると連隊長殿のお屋敷があります。うんうん、実はその隣のうちの隣。ああ、隣は確か立花大殿のお宅だぞ。はあ、では貴様なんだな、その大尉殿のご令嬢に目をつけ始めたな。ですからその大尉殿の屋敷の前をずーっと通り越して角にタバコ屋があります。何タバコ屋。ああ、じゃあそこの娘か。タバコ屋の娘はいくつだ。さあ確かあれは四つでしょ。四つであの手紙は書けるか。ですからそのタバコ屋の前から電車に乗るのであります。ああ、それから何か電車に乗るのか。はあ、うん、で乗ってどうした。中で切符を一枚拾ったんであります。うんうん、でそれで乗り換えをくれてましたら、うん、車掌が軍人さんは別に割引券があるから、うん、それじゃ大変ご損ですからってんで救助されました。バカだな貴様。で電車は何かどこで降りたのか。あの雷門で降りました。うんうん、するとそこに大きな立派な綺麗なカフェがずーっと並んでるのであります。はあはあ、そうか。さては貴様なんだな、身を分析に置きながら不衛生迷いをするとは別にけしからんやつだぞ。いえ、ご長殿。いえ、ご長殿。いやいや、もはや弁解は来た。いえ、ご長殿、違いであります。ですから、その株屋の前で電車を乗り換えたんであります。ああ、乗り換えたのか。はあ。ああ、建屋なんだな、貴様。南千住駅へ乗ったな。はあ、そうであります。で、山屋で降りたろ。へへ。左へ曲がったろ。ええ、まっすぐに行ったろ。はあ。鉄の門があったろ。ああ、よくご存知ですな。お前吉原だぞ。実は小紫という夫人と望みを苗重ねまして、うん、里の金にはスキルがならない。知るだ。毎晩毎夜辻斬りに来たのか。いえ、平井権八が。何を言うかい。平井権八とお前はどういう関係があるか。あの平井権八君とは何だ。道元人であります。